伊佐慎一君、はい伊佐君<手>、えー、おはようございます。公明党の伊佐慎一です、えー。本日は冒頭に貴重な質問の機会をいただきましてありがとうございます。えー、御礼を申し上げます。あの早速、えー、限られた時間でありますので質問させていただきます、えー。まず大臣に冒頭質問させていただきます。あのー、まあ今第三波とも言われる中で医療機関がもう各地で非常に逼迫してきていると。とりわけ私の地元 大阪でも今、この感染拡大、医療機関が非常に逼迫して、人材も不足しているという状況になっております。で先週の木曜日に、この公明党の大阪府本部からえ大臣宛てに緊急要望をさせていただきました。あのー、まあもちろん、一自治体の話ではありますが、現状、今、一自治体だけでは対処できないと。 いうような状況になっておりまして、全国から支援が必要だと、まあ、こういうような内容の緊急要望をやらせていただきました。あのとりわけ人の部分です、人材、で大阪では今、その大阪コロナ重症センターというのを12月の中下旬に、えー、開いていく予定になっておりますが、まあ、看護師が130人必要だということですが、もう現状ですでに手一杯ですので。 どこからこの看護師の皆さん来ていただくかというところで、非常に今、看護師不足に悩んでいるところです。であのまあ、もちろん、他も大変な地域、たくさんあって、誠に恐縮ではありますが、この大阪、我々の緊急要望を受けていただいて、現在、政府としてどのような取り組みをしているか、お伺いしたいと思います田村厚生労働大臣。あのまあ、大阪府、大変な状況というふうに、私は認識いたしておりまして。 今月1日からです、ね、6日間、これ連続で300人を新規感染者を超えられていると、で昨日は重症者が146名というような話でありまして、あの重症者も非常に多いということで、病床が逼迫しているというようなお話をお伺いしております、あの言われたとおりです、ね、大阪府の,です、ねそのまあ、コロナの重症センターということで、まあ、これ、130人ですか。 看護師を確保しなきゃならないということで、まあ、いよいよ12月の十五日あたりにですね。運営を始める、運営を始めるという話を聞かせてい,いただいております。であの言われたとおり、看護師の方がまだ十分に集まっておられないということで、あの公明党のですね。大阪府の本部の方からもご要望をいただいたわけでありまして、あの保険医療体制、しっかりと体制を整えていかなきゃならないと。そういう意味で、いろんなご要望をいただいております。あの看護師に。 まあ、関しましてはです、ね、これは都道府県、それから看護協会等々とも連携しながら確保、ね、のためにいろいろと対策を組ませていただいております。同時にです、ね、あの自衛隊の方の方 看護職の方々、これは防衛省との方とも今、調整をさせていただいているというような状況でございます、あのいずれにいたしましても、やはり重症者が多くなってまいりますと、これまさに命に関わってくる問題になってまいりますので、しっかりと政府といたしましても、厚生労働省といたしましても、大阪府支援のためにお手伝いをさせていただきたいというふうに思っております委員長伊佐真一君。 えー、ありがとうございますあの大阪の支援のためにと、まあ、対策を今取っている、調整,を調整を進めていただいているということ、本当にありがとうございます。あのこれやっぱり人が大事だっていうのは、もうこの委員会でも何度も議論、皆さんさせていただいてたと思います。あの大阪だって、病床数のパーセント自体はまだ余裕があるように見えるんですが、あの実際は今、中等、あるいは重症でも医療機関、なかなか受け入れてもらえないと。 いいうようよなおお声も聞いておりますあの高齢者施設の声の皆さんあの、聞かせていただくと、例えば高齢者施設で感染者が出た、でしかも中等、重症になりつつあるというような状況の中で、このなかなか医療機関が受け入れてくれないと、なぜかというと、まあ、当然、この中等重症ですから、治療が非常に熱い治療が必要になってくるわけですが、それだけじゃなくて、プラス介護も必要になってくると、そうすると、病院が今もうすでに人員が逼迫している中で、 そこまで介護まで手を回してやるような余裕は全くないので、そうすると、高齢者施設で感染者が出ても、医療機関に受け取ってもらえずに、そのまま高齢者施設で見てる例が増えてきてます、そうすると、まあ、当然、人材もない、十分な防具もない、こういう中で高齢者施設が今、あの感染者を見ているというのが現状です。あのまあ、保健所もなかなか介入してくれないと。 いうようよなお声も聞いておりますもちろんこれ、保健所の皆さんは、本当に今限られた人員の中で最大限やっていただいていると思うんですが、ただ現場から見ると、保健所機能が麻痺しているんじゃないかという、非常に大阪では厳しい声もいただいております。あの例えば PCR 検査だって、これ、国では介護施設では積極的に検査できるようにというふうに厚労省からも通知を出していただいておりますが、大阪ではこの、 発症者が出てもマスクをみんなしてるから、濃厚接触じゃないんだというふうに判定されて受けられないっていうようなことがずっとありました、最近になってようやく、今一度通知を出していただいて変わったようですが、あのまあ、保健所の皆さん自体、現場、本当に頑張っていただいてます、もうそれも十分分かった上で、この保健所機能の強化っていうのが、今、特に感染が拡大している地域では重要じゃないかというふうに思っております。でさらにまた言ええばば今後のことも考えれば この平時から恒常的な人員体制というのを確保していくということも大事だというふうに思いますが、大臣の見解を伺い,いたいと思います。田村厚生労働大臣 あの保健所の皆様方、ですね日常業務が本来あるわけでありますけれども、この新規感染症、新型コロナウイルス感染拡大ということで、ですねまあそちらの方にも影響をしながら、ですねあのやっぱりこちらの方に、新型コロナの方に多くの業務を割いていただいております、そういう意味ではですねもう本当に大変なまあご活躍、心から感謝を申し上げるわけでありますま。当初からですねその まあ検査全般、PCR 検査全般で,ですねあのまあ窓口からまあ検査が終わった,後終わった後まあ検体を運ぶでありますとか、終わった後のですの陽性者の搬送でありますとか、さらにはあの病院等々、いろんな差配もしていただかなきゃならないと、非常に過重なですねえまあ負担がかかっております。その上 まあ積極的な疫学調査なんかもやっていただいているわけでありまして。 あのやはり感染が拡大してまいりますと、どうしても業務が増えてきて、本来やらなきゃいけないこともなかなかやれないんだというような、そんな悲痛な声もお聞きをいたします。あのそこで今、現状、自治体間のまあ専門職の方々のですねいろんな融通といいますか、調整、こういうことをやりながら、一方であの都道府県単位で,で、バンクのような形で、学会でありますとか、関係者の方々でいろいろとご協力をいただいてですね、 全国で1200名ほど、今、確保をさせていただいておりますが、そういう体制を組みながら、応急の対応ということは、今、仕組みを作らさせていただいておりますが、言われますとおり、もう恒常的にですねこれ、強化をしていかないと、そもそもですね、いろんな負荷がかかりすぎているという部分がございますので、それに向かったやはり、財政的な措置というもの、をしっかり要求をしていかなきゃならないと。 いうふうに考えております。あのまあ、今までいろんな流れの中で、えー、保健所の機能というものをですね地方に移管しちゃうというのもありますありますけれどもそもそものことを考えた上で再度ですね我々これ保健所機能を見直しながらですね強化をしてまいりたいと考えております。委員長伊佐新一君、えー、ありがとうございます。あのいよいよ今のこの季節タイミングというのは本当に来年度の予算に向けたまあ、最後を 財務省と厚労省がさまざま議論している中だと思いますのでぜひこの向上的なさっき大臣が強調していただいたところもしっかりと確保していただきたいというふうに思いますあの、まあこのまこもう1つ大事な点は地域の医療機関かかりつけ医の機能だというふうに思っておりますあの保健所も今こう大変な状況の中で保健所に相談していく仕組みからかかりつけ医にまずは相談するというこういう仕組みが今 動き始めておりますがただ、やはり現場、いろいろ伺っておりますと、この感染防止も含めて、そもそも今までその十分な体制がなかった中で、地域の医療機関、クリニック、町のお医者さんも苦労されているという状況ですで。この町のクリニックでもきちんとした一定の役割を担ってもらうためには、やはりそれに対してのきちんとした裏付け、財政的な支援というのもやっぱり必要じゃないかと。 いう,ふうに思っておりますあの継続的にこれやる必要があって、一時的にもう今、これからの時代のことを考えると、継続的に常時からこうした体制を地域の医療機関でも構えてもらう必要があるんじゃないかというふうに思っております、まあ、これはあの医療機関だけじゃなくて、もちろん歯科もそうですし、あるいは薬局も私はそうだというふうに思っております。 でまた、併せてこの減収割合が今、非常に高い小児科とか耳鼻科とか、ここはもう国が価格を決めている以上、経営が立ち行かなくなって、町から小児科がどんどん消えていくというようなことになれば、この医療提供体制に対して大きな影響を与えていくわけで、この両面について、財務省にご配慮、ぜひいただきたいと思いますが、いかがですか財務省、宇波主計局次長。 今ご指摘いただきました新型コロナ感染症に対する対策でございますけれども、先生ご承知のように、重点医療機関をはじめとして、これまで医療機関に対して2度の補正予算、あるいは予備費の活用などによって、約3兆円の支援を実施してきているところでございます。まずはこれらの支援を速やかに現場にお届けをする必要があるというふうに考えてございます。さらに、昨日閣議決定いたしました総合経済対策におきまして、 新型コロナ緊急包括支援金のさらなる増額を行うほか、現下の感染拡大の影響を踏まえた緊急的、臨時的な対応として、あのこれは減収補填という趣旨ではございませんけれども、診療・検査医療機関をはじめとした医療機関等への感染拡大防止策。 等への取り組みの支援を行うとともに、今お話のあった小児科等における子どもの外来診療にかかる診療報酬上の特例措置をあの認めることとあのしてございます。こうした支援をあの早期に実現すべく補正予算編成に取り組んでまいりたいと考えております。またあのご指摘のあったその継続的なかかりつけ医の推進ということについてはこれはあのとさまざまな施策を通じて今あのこれは構造的な政策と。 してかかりつけ医の推進にもあの取り組んでまいりたいというふうに財政当局としても考えているところでございます。以上。伊佐伸一君。ありがとうございます。財務省の方から向上的な取り組みとして、えー、しっかりと今前に進めていきたいという発言がありました。ありがとうございます。あのもう一点財務省に伺いますがあのまあクラスターを作らないという点で財政的な支援がやっぱり大事なところっていうのは私は介護業界じゃないかというふうに思っております。まさしく今介護報酬この議論も今山場。 を迎えているわけですがあの、まあ、現場はもう本当にもう必死の思いで今、戦っていただいてます、その健康、高齢者の健康を守ると、命を守るという観点で頑張っていただいて、こういう介護現場に対して、国がどういうメッセージを送っていくのかっていうのが、まさしく今問われてるんだというふうに思っております、あのこんだけ頑張っていただいている介護現場、本当、戦意喪失にならないように、私、プラス改定は絶対に必要だと。 いうふうふに思っておりますあのそこをまず申し上げたいと思いますで合併せて、あのこれ、一時の補助金というだけじゃなくて、もうこの介護業界だって、今後、この感染防止対策というのはずっとやっていかなきゃいけない。 恒久、まあ、的な財源というのも、やっぱりここでも必要だというふうに思っております、まあ、そういう意味では今、介護報酬の議論の中で、こういうところもきちんと見れるような報酬体系というのが必要じゃないかというふうに思ってます、でまた併せて、これ、感染症が出てしまうと、また必要な費用というのが一気に増えてしまうわけで、ここもどうやって見てあげるかということも大事な観点だと思います、こうしたこの介護事業者の、あの事業者の対応力を強化していくという予算。 ここは来年度以降も必要になってまいりますので、ここもお願いしたいと思いますが、いかがですか財務省、宇波死刑局次長。 介護報酬改定でございますこれは予算編成過程でまさに今、検討中でございますので、そういう意味では最終的な予算編成の決定まで引き続き調整してまいりたいと考えておりますけれども、報酬改定でございますが、介護費用そのものは高齢化の要因によって、毎年大きく増加をしております、保険料、利用者負担が上昇している中でございます、こうした中で、一つは保険料あるいは利用者負担への影響。 それから今、ご指摘のあった介護事業所の経営状況とか、あるいはそれから見えてくるさまざまなサービス提供のコスト、こういったものを総合的に勘案しながら、予算編成過程で、十分検討してまいりたいというふうに存じます。ご指摘のあった感染症の対応でございますが、これも医療と同様でございますけれども、これまでもです、ね、緊急包括支援交付金であるとか、これを通じた医療金の支給とかいうような形で、介護サービス事業所に対して、 ごご支援を申し上げてきたところでございます今後とも感染防止に全力を尽くされている現場に必要な支援が届くように、予算編成改定において、ご担当の厚生労働省とよく議論をし、調整してまいりたいというふうに考えております。 伊佐信一君、まあ、なかなか今、審議の過程なので、しっかりとはっきりと言ったことは申し上げられないかも、おっしゃっていただけないかもしれませんが、ぜひ、えー、ご配慮いただきたいと思います。最後、簡単に1問だけ、あのと人親支援、これ、対象がどうなるかと、まあ、報道で出ておりますが、申請不要ということでいいのかどうか、いつごろ振り込まれるのかという点について、最後、伺いたいと思います。渡辺子ども家庭局長 ご指摘のひとり親世帯の臨時特別給付金の再支給についてでございますが、これ、できるだけ早くお届けできるように、第二次補正予算で実施した給付金と同一の対象者に同額を同じ自治体から申請扶養で振り込むという仕組みで、できるだけ簡便な形で進むように工夫しております。また時期ということでございますが、厚生労働省といたしましては、支給を年内を目途に実施するという総理のご指示を踏まえまして、支給 事務を担う自治体とも連携をしながら、準備を進めているところでございます、はい伊沢伸一君、はい終わります、ありがとうございました。<手>次に